男性は好意のある女性からこんな接し方をされると、その好意が本気の恋愛感情になってしまうんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで、恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。男性から好意を持たれることはあるんだが、そこから話が先に進まない方もいるし、好意を持たれた男性に確実に恋愛感情を抱かせる女性もいる。この違いは一体どこにあるのかということで、そのポイントを今日は6つほどご紹介をしていこうと思います。そもそも自分はね、好意を抱かれることもあんまりないんじゃないかなとか、本気になってもらえることなんかね絶対ないんじゃないかなっていうふうにご自分にいまいち自信が持てないぞという方は、こちらにね、こういうセミナー、自己肯定感を高めるための方法なんかをご紹介差し上げているセミナーもやっています。僕が講師なので、お越しいただくと僕が喋ってるんでね、いろいろ聞いてくださっても構わないので、こちらに画像が出ています。日程とか場所は下の概要欄説明欄に出ていますから、そちらからホームページに飛んでいただいただくとか、こちらにもね同様のリンクが出ています。こちらの方から日程場所をご確認いただいて、ご都合よければねこちらにお越しいただければいいんだが、今日は好意、をね彼は持ってくれてるんだけど、なかなか話が先に進まないよね。こういう時に一体どうしようかな。あの人って大概こういうことやっていつも脈あり男を本気の男に変えてるよね。そうか、こういうことやればいいのかということで、そういうことの、内容を今日はご紹介していこうと思います。もちろん相手との関係性もあるし、状況とか関係もあるんでね、ここにご紹介差し上げてる話が全てのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただければ、あなたの状況や環境、そして心の状態をお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくことも持っていきます。下の概要欄説明欄にこれもリンクが出ていますので、そちらからホームページに飛んでいただくとか、こちらにも同様のリンクが出ています。こちらの方からねホームページに飛んでいただいて、ご希望の日時ご入力いただいてお申し込みください。これはセミナーではなくて、マンツーでね1対1でお話しさせていただくものなので、あなたのご都合に合わせてお申し込みくださいませ。ということで今日は脈ありのね彼を確実に本気にさせるための方法テクニックということで、6ついきたいと思いますが、そのうちの1つ目はこちらです。はい、テクニックもクソもあるかいなっていう話なんですけど、でもね大事。はっきりとした好意を伝えてあげてください。あなたの方から、私あなたのこと好きなんよ、私あなたのこと愛しとるんよ、ということを明確にね、お伝えになってあげていただきたいんです。男性がね脈ありにもかかわらずなぜね一歩踏み込んでこないのか、なぜ本気になってくれないのか、それは一つねこう安心したいなというふうに思っているというか、逆に言うと不安や心配があるんですよね。どんな不安や心配かというと、あなたに恋愛感情をお示しになったら嫌われるんじゃないかなとかね、振られてしまうんじゃないかなと。それはあなたが彼に対して思うように彼もあなたに対して思っているわけで、そこはね、どっちが先に言うかっていう議論もあると思うんだけど、だからね先日こんなお話差し上げたんですよね。脈ありだけどなかなかねこっちに来ない男の人、その理由っていうのはね、こういう話だっていうお話をご紹介差し上げました。こちらに画像があって、こちらにリンク先もあるんでね、この話とちょっと合わせて、今日はねご確認いただきたいんですけど、彼があなたに対してね本気になりきれないっていうのは、やっぱりあなたの気持ちはよく分かんなかったりするんですよね。だったらあなたの方からその気持ちをねお示し してあげればいいんです。いいですか。軽い行為じゃなくて、はっきりと分かりやすく、いや私あなたのこと好きだし、あなたとお付き合いしたいと思っているし、この先もね長く添い遂げたいと思っているんよということを、しっかりとね分かりやすく伝えてあげる。なんとなくねしれっとさらっとご飯食べながらね、そういえば私なんとかさんのこと好きかなとかね、なんとかさんとお付き合いしたいと思うよみたいなね、そういう話だとさ、それは男女逆にしてもそうなんだけど、さらってねこう右から左へ流れちゃったりとか、あれなんか今好きって言ってくれたような気もするけど、でもなんかね、こういう会話の中で社交辞令かというふうに片付けられてしまうんで、いやそうじゃないんだと。もうね相手の胸に向かってね、心の奥底にあなたの声、そしてその思いが届くように、いや私はあんたのことが好きなんだ、それはあんた分かってるん？ということを伝えてあげると、
言い方はいろいろありますからね、言い方はね、伝え方もいろいろあるので、まあ要するにそういうね思いをはっきりと伝えることができて、彼にとってみれば、あ、傷つく心配俺ないね、だったらじゃあ言ってもいいかなということで、初めてそこでね恋愛スイッチポーンとオンに入るんです。あなたに対してね本気でじゃああなたを愛していこうかなという気持ちになっていく。もうだってね、断られる不安も心配もないからね、あとは行ったれという気持ちにしかならないので、もちろんそれはね、先ほどから申し上げているように、まあ、今日テーマでもあるように、ある程度あなたに対しての好意というのがね分かっているという前提がないと、知らない人にね、私あんたのこと好きなんよって言われてもね、はっていう話にされてしまってね、おまわりさんとか呼ばれちゃったりする可能性もあるんで、まあ、それはね、お気をつけください。さあ、そして2番目はこちらです。はい、非常口をね、お示しになってあげていただきたいんです。まあ要するに避難経路ですね。まあ遊園地に行きました、火事になった時どこから逃げればいいかな、ホテルに泊まりました、非常口ってどこだね。皆さん、まあ気にしない方もいると思いますけど、気にすると思うんですよね。非常口が全くないところってやっぱりおっかなくて行きたくないじゃないですか。火災があった時にね、あ、これ逃げ道ねえなと思ったらちょっと入っていくのやめようっていうふうにそれは思いますよね。まあだからこそあらかじめね、この関係がダメになっても別にそんなにねあなたにとって不利益になることないよ、この関係がもしダメだったらお付き合いするのやめればいいじゃん、もうすぐに、というお話をね、してしまう。それはあなたにとっても大事だし、彼にとっても大事な話でね、まあ一回お付き合いしたら、それはもう本当に未来永劫ね、何が何でも一緒にいなきゃいけないか、墓の中まで一緒にいなきゃいけないかって、そんなことないわけで、実際付き合ってみたら、あれちょっと違うよね、あ、ちょっとこういうところで価値観合わないよねっていうことは、お互いあるわけですよね。もちろんそれは性格の問題だけではなくて、やっぱり仕事の都合があったりとかね、社会的な立場がそれぞれ変わっていきながら、お付き合い継続していけなくなることもあったりするじゃないですか。まあ、だから、まあ、言い方悪いけど、まあ、お試し期間というかね、まあ、ダメだったら大丈夫、30日以内だったら今だったら返金できますよ、もうね商品使っても大丈夫、電話1本ですぐ返金 OK みたいなね、まあ、通販じゃないけど、まあ、そういうことをお示ししてあげると、あ、そうか、じゃあこの話は、まあね、万が一前に進んで、まあ、この、ね、イベント会場に入っても、あ、ちょっとなんか事故が起こったらすぐ逃げられるんだ、あ、じゃあ安心だというふうに、まあそんな風に彼も思うと。だから、前のめりになる。逆に言うと、そこがね、まあ行ってしまったらこっから最後もう抜け出せないあり地獄になってしまうんじゃないかなみたいなね風に思ってしまうと、そこはさ、お互いにねあんまりハッピーじゃないし、彼もちょっとそこでね躊躇してしまうことがあるし、あなたもねそういうこと言った手前、後になって自分の方からさ別れたいなと思ったにもかかわらずね、もうずっと一緒にいたいからなんて言った以上、なんか別れたいってなんか自分から言えなくなっちゃったりしますよね。まあ、だから最初からね、いやダメになったらやめればいいじゃん、その時お互い大人なんだからさ、状況環境変わっていくこともあるし、気持ちが変わっていくこともあるし、付き合ってみたら違うってこともあったりするよね。だからその時は別に別れればいいだけの話で、まず前に進んでみようよ、そこからね考えていったっていいんじゃないのっていう話は、これは全然ありだと思うんですよね。まあなので、まあそういうこう非常口をね、お示しをしてあげていただくと、彼としては気持ち前のめりになりやすいというお話です。そして3番目はこちらですね。はい、不利益がないということをしっかりと説明をしてあげていただきたいんです。2番目にもね、まあ2番目で非常口っていうお話を差し上げたけど、それとも少し被る話で、実際にねあなたとお付き合いすることによってどんな不利益があるだろうかなっていうことはやっぱりね考えてしまいますよ。これは男の人だけじゃなくて女の人もね、それなりの社会的な立場であるとかね、ご年齢であるとか、まあそういったものがあると、若い頃みたいにね好きだから行ってしまえみたいには、まあなかなかならない。実際にお付き合い始まっていくってなると、自分の生活習慣の中に、まあ違う誰かが入ってくるわけじゃないですか。まあそうすることによってね、まあ、例えば自分の趣味がなくなるんじゃないかなと、趣味の時間がね減ってしまうんじゃないかなとか、休みの日一人でツーリングとか行ってたのにね、そういうことできなくなるんじゃないかなとかね、毎晩毎晩 LINE とかねしなきゃいけないのかな、いや本当は家帰って、ね、ゲームして遊びたいんだけど、なんか LINE とかやんなきゃダメとかね、まあ、そんなこと思っちゃったりもするわけですよね。その時にあなたがね、いや私そういうことを求めないから大丈夫ですよということをしっかりと伝えておいてあげる。まあ、例えば同じ会社であるならば、ね、社内にはじゃあこういうことをねオープンにするとお互い不利益になるから、こういうのは言わないでおこうねっていうふうに言っておくとか、付き合うことによってマイナスになることってそんなにないよっていうことは伝えてあげないと、彼としては不安になる。それは
男女逆にしてもね、同じお話で、あなたもこの人と付き合ったらなんかいろいろ面倒なこととか増えたら嫌だなとか、まあね、さっきの話じゃないけど自分の生活習慣乱されたら嫌だなっていう時に、あ、全然俺そういうの、君の生活ペースに合わせるから大丈夫だよっていうふうに言われれば、あ、そっか、じゃあそんなに失うものはないかなっていうふうに考えられるじゃないですか。もちろん人と人だから全部が全部ね、相手に合わせられるかったらそんなことないわけで、あなたはね、確かに趣味があったりするでしょうと、ただね、それを私全く壊す気はないけど、でもじゃあね、日曜日月ね、1回か2回ぐらいは遊ぶようにしてよとかね、まあ、そういう話をすれば、あ、そう、じゃあ俺はそういうふうに頑張るよっていう話に、まあ、お互い歩み寄れるわけですよね。とにかくなんかね、こう不安感や心配って必ず誰にでもある。新しい生活になっていくわけだからね、新しい生活っていうのはその生活習慣の中に違う誰かが特定パートナーとして入ってくる、自分の生活領域を侵してくるんじゃないかっていうね、そういう不安感や心配、それによって今まで持っていたものがなくなってしまうんじゃないか、今までの生活パターンが変わってしまうんじゃないか、そんな風に男性は考える。それがないんだったら、あ、じゃあ別に今までと同じか、今までと変わんなくてプラスオンで自分の好きな女性が横にいてくれる、いや、こんないい話はなくね、というね、まあそんな話になると、いうことで、まあだからいつも言うように男と女の人はね、歩み寄りが必要で、一方的にね、こう彼の不利益にならない話ばっかりしててもしょうがないので、お互いがね、多少の不利益あったとしても歩み寄りますよというお話をしているかどうか、こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先も出てるんでね、この話もちょっと思い出していただきながら、彼に大丈夫、そんなにあなた損することない、あなたに危険はないしリスクはないから問題ないですよっていうことを言ってあげてください。さあ、そして、4番目です。はい。まあこれはちょっとね、乱暴なやり方なんで、まあやる人やらない人、できる人できない人いると思いますが、先に形式を作ってしまうんです。まあ既成事実化とね、言ってもいいかもしれません。もうね、付き合うとか付き合わないとかそういう口約束とかはもうね、言っても意味がないと。まあ、いや、それが意味がある人もいるから、言ってもいいんだけど、そういう口約束をする前にもうとにかくもう完全にね、押しかけ女房じゃないけどさ、もう彼ん家に気づいた時には居ついてるとか、もう必ずね、もう仕事の帰りは彼と一緒に帰るようにしてしまって、しかもあなたの方から腕組んで、まあ嫁さんのふりとかね、まあ彼女のふりみたいな感じでね、入っていってしまうと、まあ男の人ってね、大概あなたのことは嫌いだったらね、もうそもそも話にならないけど、ある程度関係性ができていて、なおかつ彼に好意がありますよということを分かってるんだったら、もうね、彼とするならば、あ、まあそういうことでいいかという話に、ね、なっちゃうんですよね。だから、そのうち婚姻届を持ってきて、ここにハンコついてって言ったら、あ、はい、ボーンみたいなね、あれ、これ新しくね、買うお家の契約書、はい、ここにハンコついてとか言ったら、あ、はい、ボーンみたいな、ことに話はなっていく。だから、どん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 既成事実化して、行って、まあ、彼が付き合おうとは一言も言っていないし、彼はね、プロポーズさえ一言も言っていないんだけど、形がどん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 整っていって、気づいていたら、あれ、家族になってる俺たち、なんだこれ、ということに、まあそこまで極端な話じゃないにしてもね、まあそういうことで話をうまく進められる方っていうのも結構いらっしゃったりするから、だからあんまりこう形にこだわるというか、言葉にこだわって、まあどうこうしようとしてると、なかなか話先に進まないこともあったりするんで、もう勝手にね、もう既成事実化してしまえと、完全にね、私はあなたの彼女であって、あなたは私の彼である、私はあなたの妻であり、あなたは私の夫ですっていうことを、まあ決めてしまうと、そういう形になっていくと、まあそういうこともあるので、まあさっき申し上げたように使い方はちょっと気をつけた方がいいかもしれませんけど、まあやりようとしてはね、ありますよというお話です。さあ、そして5番目です。はい、まあこれがね、実は結構皆さんやらかすんですよね。これは男も女もです。機会を逃さないことです。まあ彼があなたに好意を示してくれていて、あなたも彼に好意を示してくれて、示しているという中で、まあなんとなくね、こう2人で話をしていながらとか、まあグループで話をしていながら、まあちょっとこうつやめいた話というか、まあ色恋っぽい話になっていって、まあなんとかさんは誰々さんが好きなんね、あ、私もなんとかさんが好きなんよみたいな話にこうなってったりすることってあるじゃないですか。まあ、そこまでじゃないにしてもね、まあ、どんな女性が好きなんですかとか、まあ、どんな男性が好きなんですか、付き合うんだったら、まあ、こういう人とお付き合いしたいよねとか、まあ、付き合ったらこういう形にしていきたいよねとか、まあ、そういう話になっていった時に、もうその場をね、やっぱり逃さないことですよね。まあ、気分がやっぱりお互い高まっていて、彼も、あ、
まあお酒飲んでるかね、ご飯食べてるか話が盛り上がってるかわかんないけど、まあテンション上がっていてね、あやっぱりこの人いいなーなんて思ってくれてるわけだから、その気を逃してしまうと次はないというふうにね思った方がいいと思います。そこでね、まあなんとなくこう盛り上がったから次でいけるかなと思っていると、まあ彼は家に帰って何やるかって言ったら、あなたのこと考えないで普通にね荒野行動とか家で始めますからね、まあ、もしくはなんかハンターハンターとか読み始めてね、あなたの話なんかすっかり忘れちゃうんで、人はねその場その瞬間は盛り上がるけど、そっから離れるとまた別の情報の洪水に流されていってしまうから、その時の気分ってね時間とともにクールダウンしてしまうんですよね、だからそうさせない。だからせっかく盛り上がってるんだったら、その時その瞬間にね、まあ、さっきの話じゃないけど、まあ、形式を先に作ってしまうとか、まあ、不利益のない、説明をね、してあげるとか、あなたの方からはっきりとした行為をお伝えになってしまうとか、まあ、それこそねもう酔っ払わしてねタクシー放り込んで、そのままあなたの家に持って帰ってしまうとか、まあ、やりようはねいくらでもあると思うんです。その気を逃してしまうと次はね全くなくなっちゃいますからね。で一回冷めちゃうから、今度は冷静になって、まあ、さっきも申し上げたようにやっぱりこう、あやっぱり彼女と付き合うと不利益が多いかなとか、あやっぱり話盛り上がったけどなんか先に進まなかったから、まあ彼女も俺のことあんまり好きじゃないんかななんていうふうにね、やっぱりそういうふうに考えていって気持ち下がってしまうと。で次いつ来るか分かんないその機会を待ってるうちに、さっきも言ったようにね気持ち冷めてしまって、気づいた時には他の女と付き合ってたということになっちゃうし、これは逆のケースだよね。全く同じ話でね、これは男の人ね見てると、そういう経験もねある人いると思うんですけど、やっぱりその機会を逃してしまうと気づいた時にはあれ他の男と付き合ってたとかにね、いうこともなるし、また女の人でもね、なんであの時に勝負してくれなかったのかな、まあなんか今全然興味全くないし、いやあの時言ってくれればよかったのに、今もうね他に彼氏できちゃったよなんていうね経験をされている方も少なくないと思うんです。だからその機会タイミングを逃さないことですよ。まあそれがご縁だと言ってしまえばね、まあそうなのかもしれないけど、まあ、せっかくさそういう機会があって、でなおかつお互い好意が、ね、あるっていうことが分かっているんだったら、まあ、その機を逃すなと、いうことでした。さあそして、最後6番目です。はい、期限は決めるんだけど焦らないことですよね。期限はね決めるんです。もう私あなたといついつまでに白黒はっきりしないんだったらお付き合いしませんよ、もうあなたとの関係はそこで終わりますね、あなたへの恋愛感情もそこでオフにしますということを、まあ、しっかりと決めてあげる。しかし決めたらね、あとはもうそこまでは焦らないで待っとけばいいんです。繰り返し申し上げるようにお互い大人ですからね、いろんな状況や環境がある、彼は彼の立場がある、あなたに対するね気持ちの問題っていうのもあるし、それ以外にも仕事の都合とか家庭の事情とかね、あなたとお付き合いできるできないっていろんな事情もあるわけじゃないですか。だからそれはね、組んであげていいと思うんです。しかしそれをね延々に待ち続けてると、それこそねいつになるんだっていう話になってしまうし、彼はね決めなくていい理由になってしまって、だらだら時間が過ぎていってしまうだけだから、やっぱりここはあなたも少し腹を決めていただいてね、いつまでに決めないと、まあ、私はあなたとお付き合いできませんよ、まあ、それをストレートにそういう言い方をするかどうかは別にしてもね、まあ例えばそうね、まあ私何歳までに結婚したいと思ってるから、そこから逆算すると、まあ、いついつまでにはねパートナーを見つけたいし、その時にお付き合いできる人じゃないと、今も考えたくないと。だからまあそれまでには、はっきりしてくれる人がいいなみたいなね、こと言うと、あそこじゃそれまでにはっきりしようっていう話になる。もちろんそう言ったからにはね、その期間っていうのはもう伸ばしても意味がないから、その時期になってもまた彼がグダグダ言ってるようになったら、もうスパッとね損切りをしなければいけないし、そしてそういうふうに言ったんであればね、私はあなたに対してそういう態度をお示しになりました、あとはまあ忘れない程度にね日常的なコミュニケーションを取っておきながら、焦ってどうこうするよりは、あとは彼は彼の都合があるわけだから、その彼の都合をね、まあ、あなたが好きで彼がいいなと思うんであれば、まあ、信じて委ねて待っときゃいいんじゃないですか。彼の都合を尊重しながら、それまでに返事をくれるであろうということは、待つと。まあ、そこでね、さっきも言ったように決断できない人だったら、まあそれはねもう本当にあなたのことそんなに考えてるわけじゃないし、あなたが決めてるね自分の時間とか自分の人生とかそういったものに対して彼は責任を取ろうという気がないというわけだから、まあそこはもうお別れしていいんじゃないですかというところで、まあそれはそれでね、しんどいかもしれないけど、まあ、どっかでスパッとやんなきゃいけないこともあったりするんでね、まあ、そういう意味であなた自身のためにもそして彼のためにもね、期限は切った方がいいですよというお話だから、
ら、まあ、いつもね申し上げるように、まあ、ある程度こう期限を決めてね物事考えていかないと話先に進まないことが多かったりするので、それは男と女の話でもね全く同じお話なんで、こういうお話をねよく差し上げてます。だから必要以上の執着はもうしないと、大事なことは目先の彼ではなくてね、その先のあなたの幸せだから、そこに対して目を向けるためにはどうすればいいかという話、こういう動画の中でご紹介差し上げています。こちらに画像が出ていて、こちらにリンクも出てますから、まあ、このあたりちょっと見ていただきながらね、だから彼にね、まあ、いきなりスパーンって言ったりとかね、いきなりね、あのもう何十年も先まで待ちますだとね、お相手も重いんで、まあ、さっきみたいに、まあ、長くても1年とか、まあ、短くても3ヶ月半年とかね、まあ、そういうスパンで、設定をしてあげることによって、じゃあ彼はそれまでにしっかり考えて、自分の都合をちゃんとね整理をして、あなたに対して思いをしっかり伝えてくれる。まあそこまでいかなくてもね、いや3ヶ月6ヶ月とか待つんだったら、もうそれだったらもういいよ、今から付き合おうぜっていうね話になることの方が、まあ実は多かったりもするので、まあそのあたりをちょっと、まああなたも腹くくって、彼に話をしてあげると、彼の本気スイッチをオンにすることができるのではないでしょうか。ということで、全6項目をご紹介差し上げています。冒頭申し上げたように、あなたとの関係とか、まあ、お互いの性格とかにもよるんでね、これがまんま使えるかって言ったらね、そうじゃないこともあったりする。しかしながらお互いね、やっぱり好意があって、まあ、それをなんとなく分かっている関係が、まあ、いつかどっかでね待ってら結ばれるかっていうとね、実はそうでもないまんま、なんだかんだでね流れてしまうことが多かったりもするんですよね。そこでね、あの時彼がどうのこうのっていうことで後で後悔するぐらいだったら、まあ、あなたの方から、グイッとね、まあ、ちょっとこう力を入れて、まあ、こういうアプローチをしてみることによってね、彼の気持ちをこちらに向けることができるし、まあ、大概ね、女の人でも男の人でもそうなんだけど、まあそういうね、ある程度出来上がった関係をきっちり固めることがお上手な方っていうのは、まあ、大概こういうことをね、まあ、やってる方が多いので、まあ参考にしていただけるようであるならば、参考にしてみてください。現場からは以上です。